北宋は中国の王朝。超教員が五大最後の公衆から禅城を受けて建てた。国号はそうであるが、金に開封を追われて南戦した後の南宋と区別して北宋と呼び分けている。北宋期の首都は開封であった。北宋と南宋とでは、河北の疾患という大きな違いがあるが、それでも社会、経済、 文化は継続性が強く、その間に明確な区分を設けることは難しい。そこで区分しやすい歴史、制度、国際関係などは、北総、南総の各記事で解説し、区分しにくい分野を総で解説することにする。907年に唐が滅亡し、その後の五代十国時代の戦乱の時代の後、960年に、 長教員により建てられたのがそうである。大祖、長教員から始まり、三大新州の時代に、領からの信仰を受け、これと和平を結ぶ。これによって、平和は確保され大きな文化の花が開いたが、一方では外国に支払う再編や弱体化して、肥大した国軍の維持のための財政の悪化など、問題を抱えるようになる。六大、真宗の時代に、王安石の手により、 新法と呼ばれる政治改革が試みられるが、これが清掃の原因となり、混乱を招いた。八代、基礎の時代に、信仰の金と結んで、領を滅ぼす者の自らも金に滅ぼされ、南に逃れて王朝を再建した。河北時代を北宋、河南時代を南宋と呼び分けている。この項目で取り扱うのは960年から1127年までの、 北宋である。前世紀には、中央アジアにまで勢力を伸ばしていた党に対して、宋は、領、成果という外敵を抱え、対外的には萎縮していた時代と見られている。一方、国内では、様々な面で充実を見、特に文化面においては顕著な進展が見られた。具体的に、党と宋との間の変化として最も大きな変化は、塔までの中国で、 政治、経済、文化の主たる担い手であった貴族層が完全に消滅し、次第部と呼ばれる新しい層がそれに変わったということで、ある。五代においては有力な家臣による定位散脱が相次いだ。対して、北層では、武人の権限が弱められ、次第部がそれを統制し、またその次第部は官僚であることで、次第部なのであって、 皇帝を追い落として自ら皇帝となることは構図的にあり得なかった。これにより全ての政治的権限及び責任が皇帝に帰する皇帝独裁性が成立した。貴族は血筋によって貴族であり、それ以外の者がどんなに努力しようが貴族にはなれない。壮大では家挙に合格できるならば、どのような出身であれ、行為に上り詰める可能性が生じた。 現実的には貧しい者が、過挙に合格するのはまず不可能であったが、それであってもその意義は大きく、このことにより一種の平等思想を生むことになった。この平等を、現代の平等と一緒く他にしてはいけないが、より開かれた意識が見られたのは確かである。経済的には、動線の発行額が、桁違いに増え、また史上初の紙幣として孔子が誕生した。 壮大の文化とは取りも直さず、貴族文化であって、その担い手も受けても限られた階層の人間であった。これに対して壮大においては、文化の担い手も受けても数が大幅に増え、多くの点で新規軸を生み出すことになったなどの変化が、この時代に起きた。この項目では全般にわたって、山川出版社、中国史さんと、講談社学術文庫、 五代と宋の工房を使用している。この二書に関しては特に必要のない限りは出典としては挙げない。北宗等の崩壊以後、中国は五代十国時代の分裂期に入り、北方の領などの圧迫を受けて混乱の中にあった。その中で五代最後の甲州の二代皇帝である、清宗は内外政に尽力し、中国の再統一を目指していた。その、 清掃の片腕として軍事面で活躍していたのが、僧の大祖、長教員である。長教員清掃は領から領土を奪い、十国最大の国南島を屈服させるなど統一への道筋を、つけたが建徳6年に39歳で休止。後を継いだのは、わずか7歳の柴州君であった。この時、超教員は、殿前と天検の地位にあったが、翌剣徳七年に、 都の全軍の幹部たちは要廷に不満を抱き長、長教員が酔っている暇に気泡を着せて、強引に皇帝に擁立し、長教員は、柴総君から禅状を受けて、総を建国した。このように、有力軍人が皇帝にとって変わることは五代を通じて何度も行われてきたことであった。大祖は、このようなことが二度と行われないようにするために、武断主義から、 文字主義への転換を目指した。自らがついていた殿前都天権の地位を廃止して、金軍の指揮権は皇帝に帰するものとし、軍人には自らの部隊を指揮するだけの権限しか与えないこととした。また地方に強い権限を持っていた、節度氏から徐々に権限を奪い、最終的に単なる名誉職にすることにした。さらに、下挙制度の重要性を大きく高めた。 科挙制度自体は、隋の時代に始まったものであるが、無事に優勢の五代においては、科挙合格者の地位は低かった。大祖はこれに対して、重要な職には科挙を通過したものしか付けないようにし、電子を実施することで科挙による、官僚任命権を皇帝のものとした。体制固めと、並行して、大祖は、犬位徳元年より十国の征服に乗り出す。 まず選ばれたのが十国の中の最弱国である湖北の茨南であり、さらに、湖南の諏訪を征服して、東の南と西の後諸区の連携を立った。翌監督二年からは後、諸区を攻撃して、翌年にこれを下し、開けたから三年には、南関を開けたから七年には、南東を下した。これにより、中国の再統一まで北の北関、 南の五越を残すのみとなったが大祖は開けたから9年に、唐突に崩御後を継いだのは、弟の超正しぎであるが、この継承には、不明な点が多く、大祖が兄を殺したのではないかとも噂された。真相はともかく大祖は、兄の事業を受け継ぎ、太平公国3年には、五越が自ら国を堅持、さらに太平公国4年に、 北韓を滅ぼして中国の統一を果たした。また体操は兄が進めた分子政策を強力に推し進め、科挙による合格者をそれまでの10人前後から一気に200人超までに増やし制度の充実を図る。五大松から総発にかけて清掃が敷いた路線を体操が受け継ぎ、体操がそれを完成させたと言える。宮崎一貞はこの三者を 日本の織田信長、豊臣秀吉、徳川家康にそれぞれなぞらえている。大層は太平公国9年に崩御し、その子の長久氏が後を継ぐ。新集代にはさらに家挙が拡充され、毎年開催されるようになり、一度に数百人がこれを通過した。大層以来の政策の結果、皇帝独裁体制、文字主義がほぼ完成した。しかし、 文字主義は、軍事力の低下を招き、僧の軍隊は、数は多くても実戦に際しては、不安な部分が大きかった。慶徳元年、北方の領が南化して、僧に侵攻してきた。弱気な新州は、大金和からの南戦して、南を逃れるという案に乗りそうになったが、強硬派のあだ、人志の申請すべしという案を採用して、 寮を迎え撃ったが戦線は到着し、寮に対して毎年絹二十万匹、銀十万両の財貨を送ることで和僕した。また、寮の侵攻と同時に、西の単宮都族はそうに反旗を翻していたが、こちらにも、翌慶徳2年、財貨を送ることで和僕した。千円の命の際に、寮に送った絹二十万匹、銀十万両という財貨は寮にとっては、莫大なもので、 この財貨をもとに寮は文化的繁栄を築いた。しかし、宋にとってはこの額は大したものではなく、新州は300万かと思ったが30万で済んで良かったと述べたという。この逸話が示すように、東大末期からの経済的発展は著しいものがあり、明約により平和が訪れた後は発展はさらに加速した。一方、正界では、 国初以来優位を保ってきた阿田純中北出身の北人氏大部に対して、大金和から河南出身の南人氏大部が、徐々に勢力を伸ばしてきていた。大中幸府元年、新州は、大金和家や、帝医らの勧めに乗って大山において、天を祀る宝泉のお儀、川陰において、地を祀る儀、がそれぞれ取り行われた。新州は環境元年に崩御。 この調査だが即位する。総国内で塩の潜媒性が確立し、それまでタングートより輸入していた塩を禁止としたことに、橋を発し、宝元元,元年に、タングートの主張り元空は代価を名乗って、総より独立、総との交戦状態に入った。弱体の総軍は何度か破れるが、藩中縁などの焦燥機影の官僚を防衛司令官に任命して、 聖花の攻撃に耐えた。中国との交易が途絶した、聖花も苦しみ、喜び歴四年に、絹十三が万匹、銀五万両、茶二万金の財貨と引き換えに、聖花が僧に心霊を取ることで和訳がなった。これにより平和が戻り、また朝廷には、藩中縁、藩、王陽を治むなどの名神とされる人物が多数、登場し、僧の国政は頂点を迎えた。 この頃になると、下挙官僚が完全に政治の主導権を握るようになる。これら下挙に通過したことで権力を握った、新しい支配層のことを、それまでの支配層であった貴族に対して、支第部と呼ぶ。強い経済力をもとに、文化の花が開き、印刷術による書物の普及、水墨画の流星、新儒教の誕生など様々な文化的新基軸が生まれた。 また、経済の発展とともに、一般民衆の経済力も向上し、首都開封では夜になっても活気は衰えず、街中では自由に市を開くことができ、道端では、講談や芸人が、市民の耳目を楽しませていた。人相の喜び歴年間の知性を称えて、喜び歴の地という。しかし、 喜び歴の地の時代は繁栄の裏で、僧が抱える様々な問題点が紛失してきた時代でもあった。政治的には官僚の派閥争いが激しくなったこと、経済的には軍事費の増大、社会的には憲兵と一般農民との間の経済格差などである。人僧は40年の長き治世の末、下遊8年に崩御。老いの長明け者が即位する。 英宗の即位直後に、牧儀が巻き起こる。牧儀とは、英宗の実父である、牧王、蝶誠譲を、どのような例で祀るかということについての、議論のことである。元老たる漢王洋おさむらは、更進と呼んではどうかと主張したが、柴光ら若手の官僚は、紅白と呼ぶべきであると主張し、真っ向から対立した。 この争いは長引き、英宗が妥協してことを収めた後も遺恨は残った。王安石結局、英宗は、牧儀の混乱に足を取られたまま自平四年に四年の、短い知性で崩御。この長が即位する。20歳の青年皇帝新相は、英宗代に赤字に転落した財政の改善、量、成果に対する列位の挽回などを志し、 それを可能にするための国政改革を行うことのできる人材を求めていた。白羽の矢が立ったのが、王安石である。王安石は、青苗英法、貿易法などの新法と呼ばれる政策を行い、中小農民の保護、生産の拡大、軍事力の強化などを図った。しかし、この新法はそれまでの憲兵、大商人勢力の利益を大きく損ねるものであり、 憲兵を出身母体としていた、次第武装の強い反発を受けることになった。新法を推進しようとするのは主に、江南地方出身の次第部でありこれを、新法派。新法に反対するのは主に、河北出身の次第部でありこれを、旧法派と呼ぶ。新法派の領袖の王安石に対して、旧法派の代表としては、柴光、蘇食らの名が上がる。王安石は、 旧法派を左遷して、新法を推進するが、相次ぐ反対に、新僧も動揺し、新法派内での争いもあり、王安石は、新法の完成を見ないまま陰性した。新僧は、王安石がいなくなっても、新法を続け、その成果により財政は健全化した。それをもとに新僧は、原法の改革と呼ばれる、完成改革を行い、 成果に対しての攻撃を行うも失敗に終わった。新法により、表面上はうまくいっているかに見えたが、その裏で、旧法派たちの不満は深く、根を張っていた。元法八年、新僧が崩御。この超圧が即位する。この時、明田衆はわずか十歳であり、英僧の皇后であった、信人大豪が、水蓮挑戦を行う。信人大合は中央を離れていた。 芝光を最小として、新法の徹底的な排除を行わせた。芝光は最小になって一年足らずで死去、大安石はその少し前に死去している。信人大合時代は、旧法派の天下であったが、信人大合が元う8年に死去し、明田衆が神聖を始めると、再び新法が復活して、新法派の天下となった。この間、新法派、旧法派とも、 もはや政策理念など関係なしに対立相手が憎いゆえの行動となってしまい、新法と旧法がたびたび入れ替わることで国政は混乱した。一連の政治的争いを新法、旧法の争いと呼ぶ。元府三年に秋田州は崩御。弟の長吉が即位する。即位直後は交代後無騎士が新法派。 旧法派双方から人材を投与して、両派の融和を試みた。しかし翌年に、向井氏が死去し、基礎の申請が始まる。基礎の信任を受けたのが信仰派の再建である。基礎、再建もに壮大を代表とする芸術家の一人で、あり、芸術的才能という共通項を持った基礎は、再建を深く信任し、基礎庁を通じて、ほぼ権力を維持し続けた。 再敬は、旧法派を強く弾圧するとともに、新法派で、自らの政敵をも弾圧した。そして、基礎と自分の芸術のために、巨大な庭石や庭木を、遥か南方から運ばせて、巨額の国費を使い、その穴埋めのために新法を悪用して、汚職や増税を行うというありさまであった。これに対する民衆反乱が頻発し、国軍は、その対応に追われていた。 その中でも、最大のものが、千和二年の放浪の乱である。また、中国次大記書の一つとして知られる、水古伝は、この時代背景を元とした創作である。一方、北方では、漁の名家にあった、女神族が、英主、アグダの下で新調し、漁はその構成を受けていた。アグダは、女神族をまとめて1115年に金を建てる。 この慎重ぶりに着目した総政府は、金と手を結べば、国初以来の領に対する屈辱を晴らすことができると、考え、重和元年金に対して、死者を送り金とともに、領を攻撃することを約束した。しかし同じ戦は二年に、放浪の乱が勃発したことにより総軍は、出遅れてしまった。翌、戦は三年に、領軍は領を攻撃、金軍は、 簡単に、領を撃破して、領廷天祖帝は逃亡した。しかし弱い総軍は、遠距離にこもるやりいつ多いしら領の残存勢力にすら、敗北し、総軍司令官の道官はアグダに対して、遠距離を代わりに攻めてくれと要請した。アグダの軍は、簡単に、遠距離を攻め落とし、遠距離は総に引き渡してその代わりに、財物、民衆をすべて持ち帰った。 五代以来の悲願である、炎軍十六州の一部を取り返したことで僧は、祝賀ムードとなる。さらに、炎軍十六すべてを取り返したいと望む、僧首脳部は、寮の残党と手を結んで、金への牽制を行うなど配信行為を行う。金ではアグダが死去して、弟のご骨使いが後を継いでいたが、この、僧の配信行為に、金の体操は起こり、 戦は七年から僧へ進行。老狽した道官は軍を捨てて逃げ出し、同じく老狽した奇僧は、己を罪する御事とのりを出して退位。この長官が即位する。金軍は、海風を包囲。奇僧たちは逃亡し、金僧は、律名などを採用して、金の包囲に耐えた。金側も、僧の義勇軍の力を警戒し、 金層に莫大な財貨を差し出すことを約束させて、一旦は引き上げた。この時に超加前が人質となっている。包囲が解かれた開封に、基礎が帰還する。金から突きつけられた条件は、到底守れるようなものではなく、旧した層は、量の残党と接触するがこれが再び金の怒りを、買う。1126年の末に金は、開封を再包囲して、 これを落とし、貴想、金層は北へと連れ去られ、二度と帰還することは、できなかった。また、同じく4歳から28歳までの多くの層室の、巫女たちが連行され、金の王族たちの目掛けにされるか、荒井委員と呼ばれる売春施設に送られて、勝負とさせられた。これら一連の出来事を、成功の変と呼ぶ。その後、たまたま救援要請の使者として、 成功の返事に城外にいた長構えが南に逃れて皇帝に即位し、宋を復興する。これを南宋と呼ぶ。唐が各地に軍閥とも言える、節度史の拡挙を許し、続く五代十国時代の騒乱に至ったことに鑑み、清宋、大宋、大宋は、地方に強い力を持つ、節度史の勢力を削いで中央を強化する、興味消弱政策をとり、 そして家境を大幅に拡充し、分身完了性が完成の域に達した。春秋戦国時代、義神南北朝時代、五代十国時代といった、軍友拡挙の状況は、これ以降の中華王朝では、近代に至るまで見られなくなる。宋代の支配体制は、東大の貴族層が五代十国の騒乱で没落した後に、四大部と呼ばれる新しい層が中心となる。 学問を積み、科挙に合格して、官僚となることで、貴族のように血縁により損すされるのではなく、科挙の合格者を出して玄関に上ることで周囲の尊敬を集め、地方の顔役的存在となり、財産を築く。反対に言えばどんなに財産を積んでいようと出世する、人間がその一族から出なければ、尊敬は受けられず、財産もいずれは消滅してしまうことになる。 この次第部の県政の源は国家の官僚であるということから来ており、貴族とは違って皇帝を離れて県政を維持することはできない。さらに大祖は一つの役職に対して、それに対抗する役職を新設するなどできる、限り一つの役職に権限が集中しないようにし、三脱劇が二度と起こらないように留意した。皇帝がこれらの次第部出身の官僚を手足として、 使い国政に当たる体制は皇帝先生、君主独裁とも称される。ただ、その一方で、新州の没後に年少もしくは病弱な皇帝が相次ぎ、総皇室とは血縁関係のない皇太后及び太皇太后が皇帝の職務を代行し、政治を安定させたことは注目に値する。憲法以前創発からの憲法の改革までの完成は、 東末から五代にかけて形成されていた、いわゆる試食体制を受け継いでいる。東の律令体制においては、極めて細密かつ完成された完制が整備されていたが、東の幻想期以降の急激な社会の変化に対して対応できず、実態との乖離が進んでいた。そこで実態に即するために、律令にて定められていない官の試食が置かれ、 律令の官は形外のみを残し、実験は使い職に移った。当滅亡後の五代においても新たな官が、いろいろと付け加えられ、層が成立した後も、大祖大祖は、成立間もない国家が混乱することを恐れ、節度史の権限を削るなど不可欠なところを、修正はしたが、根本的、体系的な完成作りには手を出さなかった。それに加えて、 宿り記録官や職といった、実際の職匠を示さない職の号があるために、総発の完成は、歴代でも最もわかりにくいと言われる。このうち、道中書門下閉賞時は、最小、三地政治、数密史、複数密史は、失政と呼ばれ、合わせて、歳出と呼ばれる。数人の歳州が皇帝を前にして合議制で、政策を決定する。つまり、 最小といえども、議論の場の中の一人に過ぎず、献身に皇帝の座を脅かされることを嫌った大祖の措置の一つである。これ以外で重要な部署には、以下のようなものがある。党の賛成、六部、九次、五官の役職はすべてその名を残している。しかしこれらには、実際の職償はなく、単に簡易、法録を示すものである。 これを、宿り記録官と言い,い、これに対して、実際の職匠は左見という。またこれとは別に職がある。立職は、文章、学問に引い出た者に対して、試験を行って任命される、左見の一種で、これを帯びた者は昇進の速度が格段に速くなった。憲法の改革進法による改革を経て、財政の充実を見た、新創新世紀の原法年間に、 完成の大幅な改革が行われた。主な変更点を挙げると、地方11世紀の北総地方完成における最大の行政区分は州、その下に県がある。また特別な州として、府、軍、官がある。商業の要衝に作った集落を陳という。大祖は地方に軍事力を持って拡挙していた、節度市、観察市及び市市職をすべて、 宿り記録官とし、州の権限を地州に移し、また、地州の独創を防ぐために通番をつけた。当初は、地州の決定は通番が同意しないと効力を発揮しないという定めになっていた。しかし時代が下るごとにその地位を低下させ、州の時間となった。地州の下には、幕色官と総官と呼ばれる官がある。節度市が地方に割挙していた頃、 節度師はその領内の最重要な州の志士を兼任した。志士としての官画を州院といい相官が属した。後に州志士も節度師に習い、その下に幕職官、相官を抱えるようになる。これが層に入って詩州が州の長官になると、それまでは志士によって任命されていた幕職官、相官は中央によって任命されるようになり、 その間の区分もほとんど消滅した。幕食官としては、方眼水管など、総管は六次三軍、古総三軍といったものがある。後の起想時代に、幕食官が廃されて、総管のみになるが、そのすぐ後に金によって、南草したため急に服された。県の長は、見な内市県霊である。慶長官が、県の長になる場合は、知権といい、先人が、 県の長になる場合は、県令という。おおむね知県は重要な州に、県令は小さな州に配される。知県内市県令の下には、県、進む、主母県城などがあり、これらも先人が任命される。また、州の監督機関として、道があり、そこに置かれる役職は、以下のようなものがある。これらの職の上に立つ、道の長官は存在しない。 また道の区分は役職ごとに異なっており、例えば先生は、天雲氏では二祖寺に暗部氏では六祖寺に分けられる。道の役割はあくまで監督であり、州は道に属するわけではなく中央直属の機関である。しかし時代が下るごとに、道の重要性は増して、次第に、実際の行政機関に近くなり、広大の省の元となった。過居電子の様子。 隋の文定により始められた、過挙制度だが、過挙が、真の意味で効力を発揮し出したのは壮大だと言われる。当では過挙を通過した者の地位は外して貴族層が、恩音げによって得られる地位よりも低く、また過挙に合格していざ任官しようとしても、官僚の任官、昇進を司る、小書理部は、貴族層の支配する部署であり、過挙合格者は、 昇進においても不利になることが多かった。しかし壮大になって、既存の貴族層が没落していたため、そのようなことはなくなった。壮大における科挙の主な変更点としては、まず電子を行い始めたことである。それまでは、地方での第一次試験である会見、中央での第二次試験である会誌の2種類があり、さらにその上に、 皇帝の目の前で行われる電子を作ったのである。当初は電子により落第するものもあったが、後には落第するものは基本的になくなる。また、当までは主に死府が重視されてこれが紳士化とされていたが、王安石により、紳士化は、軽書の解釈とそれの現実政治への実践の論作を問うようになり、それ以外の都がはべて廃止された。これ以降は、紳士が、 過去通貨の別名となった。過去制度においては、毎年の試験官がその年の合格者と指定関係を結び、それが、寛解における人脈の基礎となる。落第者のいない電子が存在する意味もここにあり、皇帝との間で指定関係を結ぶことで皇帝に直属する官僚と、いう意識を生み出すのである。宋代は、歴代でも、非常に過去の盛んな時代であり、 ほぼ3年に1回行われ、1回につき300から400人が合格した。過挙に通過した後、宿り記録官が与えられていない状態を、先人という。先人は見習い期間中の職として、地方官の仕事が与えられる。地方で経験を積んだ後、中央に戻って、中央の酒と宿り記録官を与えられる。 この状態を共感といいトーク本性でいうところの、熟本から十八品までがこの改定になる。小八品から十七品までを、長官といい、一緒にして軽長官という。さらに聖七品を陰労、陰籠十六品を老中という。過挙合格以外にも、官僚となる道がなかったわけではない。一つは、音陰制度、またに何度が落第したものに対しては人間の、 権利が与えられる。また大金を出して、民間の権利を買うこともできる。また地方にて、長年勤めた処理は、官僚としての地位が与えられる。しかしいずれも、紳士と比べればはるかに低い地位しか与えられず、国政に関わるような行為に登れるのは、紳士だけであった。出自に関わらず試験によって選抜する。過挙制度は極めて解明的な制度であったが、 試験編長の弊害が、壮大にすでに現れていた。これに不満を持った、藩中園や王安石は、教育によって、官僚育成を行うことを提案し、王安石によって実行された。もともと、開封には、国古館と、王の学部という二つの国立学校があったが、これらに所属する者には、家去の応募に有利であったので、 過挙が行われる直前になると入学者が殺到し、過挙が終わると皆大学するという状態で、教育機関としては全く機能していなかった。大安石は学生を、外者、中者、上者に分け、春十年二回の試験の優秀者は順次上に上らせ、上者の合格者を任官させる方式を始めた。これを三者法という。後の起草期に大幅に拡充され、 地方の不周見における学校にもこれが適用されたが、この時期には単なる人気取り政策に出しており、後に過挙に服された。また、過挙によって立身した官僚たちは、己の存在感を示すために、様々な政治的な意見や提案を行った。それによって様々な政策が打ち出されていった反面、清掃の頻発と最小などの政権担当者の、 度重なる交代につながった。北宗成立時に生じた、幕僚出身の張広氏と、下京出身のロタ村の対立、新州時代の北人と南人の対立、人宗時代の核皇后廃校問題をめぐって、生じた喜び歴の闘技、英宗のジップ、張誠譲るの待遇をめぐって生じた牧義、牧議、 そして新宗時代から北宋滅亡まで続いた新法党と旧法党の対立と断続的に繰り返され、その傾向は南宋時代の大金政策や趣旨学をめぐる論争にも影響を及ぼした。南宋におけるいわゆる独裁最小の誕生には、こうした風潮を独裁的な権力の行使で解消しようとした側面があった。処理北宋は、 過去官僚の主導権が確立されたとともに、処理の存在もまた確立された時代であった。現代日本語では、管理と一括りにされる言葉であるが、相違後の中国では、官とは過去を通過した官僚を指し、お及び処理とはその官僚の下にあって所持に当たる、実務者集団を指す。処理は、もともとは、官僚が仕事を行う際に、その下で動く。 物たちを民間から募集した溶液の一種として始まったものである。このうち法律、調税など専門性の高いものはその技術を、都定制度によって受け継がせ、その役職を占有するようになっていった。何総代の記録であるが復習では、官が15人ほどに対して、処理の数は466人とあり、処理なくして行政は機能しない状態であった。 この処理は、溶液が元であるから基本的に無給であり、収入は、手数料と称した官僚からの左取、民衆からの搾取によっていた。搾取は、かなり悪辣なものでありたびたび問題にされていたが、こと実務に関しては、親子代々行っている処理に対して3年程度で、別部署へ移る間では処理に頼らなければ、職務を実行することはできず、完全に処理のいいなりであった。 また処理は、自らの地位を守るために官に対して、収益の一部を渡しており、三年新一府、十万、石化銀と言われるような状態であった。この状態に、王安石は、処理に給料を支給する代わりに収奪を止めさせる、倉法という法を実行し、官と利との合一を図ろうとした。しかしこれは、 次大部の自尊心を傷つける結果となり、大きな反対を受けて頓挫した。以後、真の終わりに至るまでこの処理体制は続いていくことになる。宋代は、司法制度が非常に発達した時代である。党において刑法に当たるものは律であるが、総以後の大きな社会変化の中で硬直した律を使い続けることは、弊害が大きかった。 そこで律が不適当と思われる場合には、直が出されて判決が変更され、その直に従って、以後も進められていく。また過去行われた裁判の判例を、後の裁判にも適用するようになった。これを断例という。基礎の数年4年にはこの断例をまとめたものを、出版している。相代の刑罰は詩、死、廃る、廃役、生図へ、シリーズへの5種類である。 五代の殺伐とした世の中で、刑法も極めて厳しいものになっており、五冠の時には、一線を盗めば、死刑となっていた。僧に入って、刑を軽くしていったがそれでも死刑にされる人数が、膨大になり、大祖はこれを救済するために、死刑囚に対して自ら再審し、死刑が適さないとした者に対しては、入るに処した。また、 死刑以下の刑罰も軽くして新たに折りつえ法という刑法を作った。ただし軽くなったと言っても、当ただしに比べれば、まだかなり重く、反相は、率に比べて、直の刑罰は3倍と述べている。総代の司法の著しい特徴は、警察、検察、裁判の三者がこの時代に、すでに分立していたことである。まず、県に属する県上と、 道、州に属する巡検とが犯罪者の逮捕に当たる。これを巡捕という。捉えられた者は極に下され、ここで極利による取り調べが行われる。これを水聞くという。取り調べが終わり、犯罪事実が明らかになるとこれに対して、どのような刑罰を行うべきかが審議される。これを検断という。この過程を行うのはすべて独立した部署であり、 これらの役職を兼ねることは、現に禁じられた。順歩、推域区、剣断が終わると知見が判決を下すが、知見に許された権限は私立へ二十までで、それ以上の刑罰を科す場合には、上の州へと送る。州では再び獄による取り調べが行われる。州においては六次三軍、司治三軍がそれぞれ5を持っており、その結果によって法、方願、 水管によって判決の原案が作られ、最後は地州によって判決が下される。後に裁判に誤りがあったと分かれば、方官、水管、六次三軍、司治三軍はすべて連帯責任を負う。地州の権限は入るまでであり、死刑の場合は中央へと送る。州にて死刑が妥当とされたもののうち、死刑執行をためらう理由がないと考えられる。 要件については、日下典警告によって、再検討するだけでよい。それ以外のものは中央へと送られる。中央にて、まず大理事がこれを受け取り、書類の上で審査する。大理事を通過すると、次は、新経員に送られ、今度は直接本人に尋問するなどして、再び審議される。意見がそれぞれ皇帝へと上奏され、皇帝による判決が下される。 これらの判決に対して不服がある場合には上告する権利がある。これら司法制度の整備により裁判は非常に多く行われるようになった。そのためこの時代には堤省に代表されるような名裁判官が登場し、その活躍は街中の芸人によって語られ人気を博した。一方で訴訟頃の登場や訴訟の激化を招いたが、 それだけ法と裁判が身近なものになったという証拠であろう。宋の平成は傭兵制であり、兵士は全て移植獣を政府から支給される職業軍人であった。宋軍は大きく、金軍と久し軍に分かれる。金軍は中央軍、久し軍は地方軍である。唐末から五代にかけて、藩鎮の持つ地方の軍事力は強大なものであった。 これら半鎮の兵士たちは、中央でことが起こった際に、節度死を仕立てて、皇帝とし、兵士がそのまま金軍となった。この自衛進軍は皇帝を擁立した功績から、多くが凶慢になり、恩賞を約束されねば戦わない軍隊となり、軍内の老兵を整理することを許さなかった。このような状態を強兵と呼ぶ。これに対して、公衆予州は、 新たな金軍である都の全軍を設置し、これを強化することで、軍事力の強化と肯定権の確立を狙った。この都の全軍の長官である、都天権であったのが大祖である。大祖が即位すると節度死から兵権を剥奪し、残った兵士のうち強兵を引き抜いて金軍に組み入れ、残った弱兵たちは、久し軍として地方に残した。久し軍は、 実戦兵力としてはまず使われず、兵糧の運搬や土木工事などに使われ、満六十歳で退役し、退役後は、俸給は、半分に減らされた。一つには、他の仕事につけないものを収容する、福祉政策の意味合いと、部来の党軍隊に収容することで、治安維持的な意味合いがあった。東大では、チンの小水と兵士たちの間に、 私的なつながりが生じ、それが割拠の一つの原因となっていた。これに対して、そうでは、軍の中屯地と軍の司令官を数年ごとに変える、さら、犬制を行い、司令官と兵士と地方の間に心的結合のできないようにした。また一般に兵士には逃亡防止のために顔面に入れ墨が施されていたが、本来姿勢は罪人に施されるものであり、そうにおいては、 両鉄は釘にならず、夫は兵にならずというように兵士の社会身分は、著しく低いものとなった。これらの政策により、中央に反抗する、地方軍は存在しなくなったが、一方で軍の弱体化を招くことになり、両、成果との関係は常に主勢に回らざるを得なかった。また、金軍、久し軍の他に、現地のミニ州により編成された、自警団的な強兵。 辺境の異民族を軍隊に組み入れた、シゲル兵がある。強兵は、自らの距離を守るということから士気が高く、シゲル兵は盛教であり、かつ両者とも維持費が安いことから重宝された。宋代を通じて党、五代十国から引き継いで、両税法が行われた。全国の法土地を持ち、税を納めるとである、主都土,土地を持たぬ、客土に分類し、 主都は五藤庫製のもとに五藤のランクに分類され、夏と秋に穀物を徴収された。しかし、現実に、人々の重家になったのは、強制労働である、食薬である。主都の内財力に富む一等庫、二等庫は、食薬を負担したが、この負担は大変重いもので、しばしば家計を圧迫、破綻させる要因となった。総経済、財政を参照。 創社会を参照。総文化を参照。タ丹族によって建てられた領であるが、国号は領とタ丹とで何度か入れ替わっている。ここでは民族名として喫丹、国語として寮に固定する。なお金との関係については南僧で衝述する。中東から万島にかけての当帝国の衰退、滅亡。 五代の騒乱という中国の混乱は東アジア世界全体にも大きな影響を及ぼし勢力図が激変することになる。北方ではモンゴルからトルキスタンまでに広く勢力を張っていたウイグルガン国が840年にキルギスによって滅亡。その感激を縫って勢力を伸ばしてきたのがキッタンである。西方では877年にトバンが崩壊。 大見地方ではタイングートが勢力を伸ばす。南西では902年に南昌が滅亡を。変わって大理国が起こる。南では長く中国の支配下にあったベトナムが独立し、クレアサが起こる。東では、白木の支配力が衰え、938年に高麗によって統一される。また、渤海も国力を低下させ、926年に、 喫炭により滅ぼされ、東丹国が作られる。日本でも935年に、上平天行の乱が起こり、武士の時代に入った。これらは、当時の世界の中心であった、東帝国の作法体制の崩壊が影響を及ぼしたと考えられる。その後、僧が中国を再統一するが、新たに作られた、国際秩序は唐を頂点とする作法体制に対し、 僧と寮が二つの頂点となった。僧の立場で言えば、最も重要な相手は寮で、北宋建国時から対立状態にあったが、千円の命が結ばれて、以降はおおむね平穏に推移し、これが、寮滅亡の直前まで続く。寮に次いで重要なのが成果であり、前身の単寮と時代より僧に対して、信仰を繰り返しており、寮とは逆に、 北宋滅亡まで安定的な関係を築くには至らなかった。このように北宋は建国より滅亡まで常に戦争状態にあり、その財政はそのほとんどを軍事費が常に占める戦時経済であった。王安石の改革が必要になった、主たる原因はこれである。公益経済の孔で述べたように宋は極めて強い経済力を誇っており、 周辺諸国にとって、僧との交易は、莫大な利益を約束されており、周辺諸国の財政を支える存在となった。であるので、キ谷タニア聖火に対しては交易権は、雨と無知の雨にあたるものであり、交易をどれだけ認めるかは、僧の重要な外交カードとなった。陸路にて交易が行われる場所城と言い,い、ここ以外で交易を行うことは現に禁止された。 回路にて交易を行う場合には、市白紙が窓口となり、ここを通さない交易は同じく禁じられた。城の置かれた場所としては、領に対して州、優秀、派州など4箇所、聖火に対して陳恵比ス軍、保安軍の2箇所。市白紙が置かれた場所としては、甲州、泉州など数カ所に置かれた。そが、各国から受け取るものとしては、馬、塩、金、 木材などがある。特に馬は前述の通り層は常に戦時体制であり、国内では両馬が産出しないために重要視された。層から各国へと輸出されるものとしては、層船、茶、陶磁器、絹、穀物などである。貨幣の項で述べたように、層国内では船が不足しており、それに伴って層船の国外輸出は禁じられた。 しかし密貿易によって大量に輸出が続けられており、各国内でも通貨として総船が流通することになった。この結果、東アジア全体が総船による一つの経済圏を作り出すに至った。喫茶の風習はそうから、周辺諸国へと広く伝わり、特に野菜が不足しがちな喫炭、成果では茶は貴重なビタミン源として、生活に欠かせないものとなっていた。 両旗単族は四世紀頃より、両が上流域に居住していたが、党の衰退を契機として自立性を高め、916年に、ヤリツワボキの下で、自らの国を建てた。その後、東単国、カラスイニシエなどを滅ぼして、勢力を拡大し、北アジアの一大勢力となった。さらに、南への進出を目指して五大王朝と争い、 二代目、ヤリツ行骨の九百三十六年には、石高氏の要請を受けて出兵。高等を滅ぼして、後進を誕生させ、これを永世国とし、縁運十六州の割上を受けた。石高氏の死後、後進が領に対して反抗的な態度を見せたために九百四十六年に、再び出兵して、これを滅ぼすが、 漢人の抵抗が激しかったために兵を引き上げ、その後に、劉知縁が入って、五冠を建てた。九百五十一年に五冠は、各氏によって滅ぼされて、甲州が建てられ、五冠の皇族の竜隆が北に逃れて、北冠を建てる。竜はこれを支援していくどか、甲州を攻めるが成果を得られず、逆に、甲州に、援軍十六州の一部を奪われる。この頃より、 寮内部での抗争が激しくなり、皇帝の暗殺、擁立が繰り返され、また、墓海の移民たちが、ただし明日を起こし、駒も寮に対して反抗的になるなどして、南へと干渉できる状況ではなくなった。その隙をついて甲州及びその後を継いだうによる統一戦が進められ、979年に宋の体操が北間が滅ぼしたことで、中国の統一がなった。 宋の大宋は北館を滅ぼした余勢を買って、領へと侵攻してきたがこちらは撃退し、宋大宋が短期で逃げ出すほどの惨敗となった。その後、西北でタングートが没興し、宋はこちらの対応に追われるようになる。982年、領で青州が即位する。青州は995年に提案国を滅ぼし、さらに、 高来を服属させて、東を安定させた。また、990年には、僧と交戦していた、丹宮との立議戦が、領の支援を求めてきたので、これを夏国王に封じ、僧に対する圧力を強めた。999年、青州は僧を討つ御事との折を出し、その後の数年間は小規模な戦いが行われたが、1004年に20万人の軍をもって、 本格的な攻撃を仕掛けた。総朝廷では、王金和歌により金領戦闘が唱えられたが、新州はあだ、一氏の出した、新政案を採用し、州にて、両軍と対峙した。両軍は、こ着状態となり、双方から使者が出され、和議が結ばれた。この名役では、国境は、現状を維持。双は兄、両は、弟の霊とする。総から両に対して、 毎年銀十万両と、絹二十万匹を再兵として送る、などが定められた。この名約は、後の1042年に銀、銀それぞれ十万ずつの増額されたが、それ以外は基本的に堅持され、僧と僧の間は、小競り合いは常にあったものの、おおむね安定した状況を迎えた。この状態が数十年続いたが、千百十五年に、満州で、女神族が、 アグダの下で勃興して金を立て、領を激しく攻撃するようになった。これを見た、ウの起草長は、援軍16州の奪還を目論んで、金と同盟を結んだ。この迷惑により、ウと金が領を攻撃し、1125年に、金軍により領は滅びた。聖火単宮都族は、東大より、官宿方面に居住しており、その勢力の中心となったのが、 オルドス地方南部の夏州に勢力を張る平夏部であった。その主張である、拓松司教は党を援助した功績で、国政の利を授かっていた。総政府は、平夏の怪獣に努めて、西平王の地位を与え、おおむね友好関係にあり、北関東伐の際には、平夏よりも兵が出ていた。平夏部の支配地は、農業生産に乏しいが、 その代わりに塩を産出するのでこれを輸出してそれと引き換えに食料、茶、絹などを手に入れていた。これは清白塩と呼ばれており質が高く値も安いことから買い手には喜ばれた。しかし総国内で塩の栓培性が確立すると総政府は清白塩を禁止し自らの監視を強制的に民衆に買わせるようになった。タングート川は 聖白氏を認めるように何度も総政府へ要求するが、これを認められず次第に反抗的になってくる。北韓滅亡後の980年に、律儀捧げが地位を継ぐが、この継承には、部内よりの反対が多く、その地位は、不安定であった。これに不安を感じた、律儀捧げは、自らの支配地を層に堅納し、開封にて暮らしたいと申し出てきた。 大宋はこれを大いに喜び、立義捧げに対して莫大な在庫を与えて歓待した。しかし一族内の立義戦がこれに反対し、部内をまとめ上げて、僧に対して、反抗の放火を上げた。立義戦は領に援助を求めて夏国王の地位をもらい、オルドスを席巻し、1002年に、霊州を陥落させて、西平府と改名して、ここに戦とした。1003年に、 立義戦が戦死して、李の明が後を継ぐ。翌年には、宗と領都が、千円の命によりは牧師、単独では宗に当たりがたいので戦五年に和議を結び、宗より、西平王の地位を授けられ、毎年義に一万、絹一万、銅千二万の年賜物を受けることになった。李の明は領からも同じ西、平王の地位を授かっており、両族の形をとっていた。 そうと和平したリノリアキは西のウイグルを攻める。1031年にリノリアキが死去してその子のリモトゾラが後を継ぐ。リモトゾラはかつて父のリノリアキより我らが二色や絹を着ることができるのは僧の恩であると僧に背かないように悟された時に毛皮を着て牧畜に従事するのが我らの便とするところです。英雄の姓は王派の豪にあります。 シキやヌがどうしたというのですかと豪語したという、大気流略の人物である。その言葉通り、ウイグルを攻撃して、火星地域をすべて支配下に入れ、1038年にリ、元空は皇帝を名乗り、国号を大化とし、層からの独立を宣言した。これ以後は、聖火とする。層割元空の官触をべて剥奪し、成果との交易をべて禁止して、 交戦状態に入った。国発以来の軍事政策により、僧の軍隊は弱体化しており、僧軍は聖火軍に何度となく破れる。しかし、僧との交易が途絶した、聖火も、経済的に苦しむようになり、両国ともに和平を望むようになり、以下のような条件で1044年に和議が結ばれた。聖火は、皇帝号を止めて、僧に真として使える。 そうから聖火に、絹13万、銀5万、茶2万のとしたまが送られる。その他に夏国主の誕生日などに貸しされ、合計で、絹15万3000、銀7万2000、茶3万となる。しかし聖火側の最大の要求である塩の販売に、関してはそうは、要請を跳ねつけており、和議なったとはいえ、聖火方面はその後も、不安定であった。 この後5回にわたって、対立と和議が繰り返されることになる。王安石時代の1072年にはトバを打ち、ここに新たに、広島和寺を置いて、聖火への牽制とした。しかし、旧法党が政権を握るとこれは放棄され、新法党が盛り返すと、再び設置されといった具体に、新法、旧法の争いは外交にも影響を及ぼした。そうなつ関係は、 不安定なままに推移し、結局僧が南へと逃れたことで関係が途絶し、成果は金に服属するようになった。高麗朝鮮半島は892年に、旧英により、あと、高栗が起こされて五三国時代に入るが、旧英の配下にいた王権が高麗を建て、936年に、全土を統一する。統一後すぐに、大祖は五大王朝に対して長行し、 僧が立つと、聖追たちを報じて、作報告となった。大祖の統一戦と、並行して、領が牧海を滅ぼしており、吉丹が僧と争うようになると後輩を気にした領は993年より、高来へと進行し、994年に高来は、王力皇位難の領土と引き換えに、吉丹の聖追たちを報じ、僧との関係は断たれることになる。 その後しばらくは、僧と高麗の関係は耐えたままであったが、真宗の1068年に、僧からの非公式の施設が送られ、これに応えて高麗は僧に長考をするようになった。こうして高麗は、僧、両と二重の外交関係を結び、両国の対立を利用して、仲介貿易を行い、利益を獲得した。僧と高麗との間で頻繁に死者が往復し、僧から、 文言映画、太平五乱、高来からは、千和法師高来事業が互いに送られた。また、交易のための船も行き来し、北宋が金によって滅ぼされるまで関係は、友好的に進んだ。日本日宋貿易も、三省907年の検討支配止以降日本は、対外的に消極的になり、一般人の対外渡航を禁止する反鎖国状態となっていた。この後、 基本的に、僧と日本とは正式な国交は開かれないままであった。新法で財政が充実した真相が外交でも、積極策に出たことは上述したが、日本に対しても兆候を促す死者が送られた。日本側ではどう扱うかで春順していたが、最後には受け入れて、僧に対して返答の死者を送っている。しかし以後に続くことはなく両国の関係が、 本格的になるのは南宋になり平らの清盛が日宋貿易を大幅に拡大するとき以後になる。民間の交易では総側が積極的であり、総が成立した後の978年に初めて総船が日本を訪れた。主に気候地としては主に博多であったが、中には敦賀にやってくる船もあった。日本に来た外国船は、 太宰府の航路間に収容し、移植を供給する定めとなっていた。しかし、総選の来航回数が多いと費用がかさむので年を定めて来航するようにさせた。総選ではこれを守らずに来航する者も,も多かったが、この場合はそのまま追い返してしまったようである。また広大な荘園を持つ貴族たちは、不入の権を持つ荘園内で密貿易を行い、 太宰府もこれに手を出すことができなかった。宋から日本に持ち込まれる物品としては、香料、茶、陶磁器、木織物、書籍、薬品などである。これらの決済に使われたのが主に、欧州産の砂金であり、日本から宋へは、これが最も重要な輸出品であった。他には、硫黄、水銀などがあり、そして工芸品が重要な輸出品であり、 中でも扇が、僧の次第部たちに大変好まれたという。この間、日本の商人たちは、受動的な商売に限定されるを得ず、中には密航して、僧へと渡ろうとしたものもあったが、発覚したものは、土座や、官職剥奪となった。しかし、11世紀後半になると商人たちは、太財府の目をかいくぐり、自ら船を出して、僧を目指すようになった。 ただしこの時代の日本の造船、航海技術は低く、東、シナ海を横断することは、危険が大きく、はじめは島伝いに、高来へ行き、そこで経験を積んだ後に、総へ赴くようになった。日本船が初めて総の記録に現れるのは、北宋滅亡後の1145年である。日本の一般人の海外渡航は禁じられていたが、物騒だけは例外であった。 北宋期に宗へと渡った宗は、長年、常人などがおり、長年は大宋に召されて、甘いの儀式を行い、また、日本の天皇家が、万世一系であると伝え、大宋がそれを羨んだという話が残っている。宗帝国系図大宗、大宗新宗、人宗永宗新宗明衆、基宋金宗独裁皇帝ではない。この違いに留意。 北州の金軍は都の全軍と自衛新軍の二つがあり、都の全軍の長官が都天県で副長官が都市記自衛新軍は都市記が長官。三聖省万坂江県の北方策法、策法体制の崩壊と再生も参照。河北省県下北省派州市内か、海賊自治区方、原始原州区先制少子探検下北省。 牧羊圏姉化海賊自区後中一南流する、黄河の西側。ありがとうございます。